千葉県です。はい、今回はですね、個性心理学60分類の55番、パワフルなトラというキャラクターのですね、ちょっとこう女性に関してのお話とですね、仮の説、パワフルなトラさんはショートカットが多いかもしれないという、そんな内容です。はい、まあ、55番パワフルなトラさんというね、キャラクターちょっとこう分析をするというかね、してみたいなと思いますが、まあトラですね、トラさん、まあこれ個性心理学と社長さんとね、いうふうに例えられます。社長、まあトラさんの大切なことはバランスですね。バランス、全体像バランスです。まあこのバランスがキーワードになってきます。はい、そしてまあ55番という数字がつくと、まあ一応個性心理学だとリズムというね、すいませんね、三学、リズム三学、まあ実はこの三学、このシャトラさんというキャラクターでも社長さん、精神年齢が高いイメージ、三学、こうね、親分肌、姉御肌、義理人情、ボランティア人間なんていうふうにね、ちょっと、まあ、女性の話なんだけど、ここに親分、分かりやすい、親分と。ってことです。ってことは、55番パワフルトラ、もうここだけ見た瞬間ですよ。ちょっとね、男っぽいってことです。男っぽい人が多いかもしれないよ、ということですね。はい。で、これがじゃあなんでショートカットなのか、まあ男っぽいっていうところでも、まあショートカットにつながるのかもしれないんだけども、そして女性でもこれ、ね、男っぽい、この三角っていうこの部分がまた男っぽさを強調するようなね、ところから、じゃあ女性らしく、女性らしさということで髪を伸ばすんじゃない、逆ですよ。人の心理のその逆というふうな、男っぽいからこそ女性に、女性っぽくっていうことになると、本来はこう、伸ばす方に。だから、15番のお猿さん。15番の、なんだっけな、どっしりとした猿とかね。はい。だから、お猿さんのキャラクターの人は、髪短い人が多いよっていうふうにはね、今までこう皆さんに伝えてきたりとか。別にそこだけをピックアップして動画にはしてませんけどね。はい。お猿さんのキャラクターでも、お猿さんのキャラクターって髪短い人が多いよ。でも、その三角っていう列にいることによって、女性らしくしたくて髪を伸ばすとか。確かに、吉高由里子さんがそのお猿さんだったかなっていう感じでね、記憶してましたが。じゃあ、なぜショートカットにしているのか。そう。ここに実はいつもお話しますよ。このトラさんのキャラクター、55番のトラさんはですよ。見えないところに、ほにゃらら。すごい言わねえのかよみたいなね。ですね。ちょっとこれヒントですよ、ヒント。中性的なキャラクターを持つんですね。中性的。私です。私ですって言い方欲しいですね。はい、もうこれ答えですよ。なので、中性。なので、私の本質のキャラクターは何だか覚えてますか？あえて言いませんけど。そのキャラクターはね、ちょっと、やっぱり芸能人を見てもそうなんですけども、ちょっとね、おかまな方が多いんですよ。おかまな方が多いっていうかね。いや、中性的だからです。だから私は、ね、あれですよ。女性の中に一人だけいても、あまり違和感ない。逆に言うと、女性の方のそのキャラクターの人は男性の中にいてもあまり違和感ないというか、中性的だからなんですね。だからあまりもちろん警戒されないというか、されにくいというかね。はい。ということで、男っぽくてもあまり気にしてないというか、もともとがね、その裏にある方が中性的なので、女性っぽくなろうとか、女性っぽくしようという風な意識がちょっと働きにくくて、そしてやっぱり男っぽいし、そう、自分のバランスというか、そう、自分の中でもやっぱりこうね、見た時に髪が長くてっていうよりね、短い方が、まあ、まとまりがいいというかね。はい。まあ、ちょっとね、余談ですけど、トラさんのキャラクターはバランス重視なので、ね、分けるなら真ん中ピッシリみたいなね。はい。分け目決まんなくてイライラするみたいな、いうところもあるかもしれませんけどね。はい。要は、男っぽさがある。男っぽいキャラクターの中に中性的な部分も働くので、そんなに女してなくていいかなみたいな。そういったところからショートカットである可能性があるのか。いや、先に言おうかと思ったのに忘れてましたが、ふって今思いつくのは芸能人ですよ。ね、女性の方、春さんとか、井上真央さんとか、美濃もんた、いや、それは男性だろ、みたいなね。これ先日も喋った気がするな。先日ね、構造でね。
こずっと喋ったけど気づいたから今動画にしてるんですけど。はい。というように、で、うちの娘もパワフルなトラさん。で、ショートカットです。そして、私がね、いつも髪切ってくださる、その方も長くはしてません。長い姿を見たことないです。うん。というふうに、もし、周りのパワフルなトラさんのキャラクターがいらっしゃれば、あまり長くないかもしれない。絶対ってわけじゃないですからね。はい。もうそんなに気にしない。ね。ちょっと男性っぽくてね。で、女性っぽくしようとあまりしてないような、いう方は、ショートカットにしているかもしれないし。いや、そこはわかりませんけどね。まあ、さっき言った芸能人で見ても、うちの娘で見ても、うん。先日の講座に参加された方は、旦那さんがパワフルなトラで、で、なんか周りにそれを、なんかショートカットが好きって喋ってた。で、その奥様がショートカットだったみたいな。私の奥様もお猿さんのキャラクターがたくさんある方だったので、まあそういったところにいろんな好みみたいなものも出てくるのかな、なんて。いうことで、今日の内容は、パワフルなトラさん、特に女性の方でしょ、特に女性だよ、女性の方に関しては髪短い人が多いんじゃないかなという仮説をちょっとね、お伝えしてみましたということで、参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。